はい、皆さんこんにちは。えなです。坂です。エイティブログです。私たちは中部国際空港にいます。1年半ぶりぐらいじゃない？そう、久々に。コロナがあったからワクワクしております。いや、めちゃくちゃワクワクしてます。飛行機に飛んでどっかに行きます。まあ、ちなみにね、国際線には乗れないので。そうだね。国内線だね。だから、どこかの国内旅に今から出発します。どこに行くかはまだ秘密で、まあ、着いたらね、この動画の中の最後には分かるので、はい、楽しみにして見てみてください。とりあえずチェックインしましょうか。はい、どこに行けば行きましょう。ターミナル間違えました。ターミナル間違えた。はい、第2ターミナルです。ターミナル2なんて俺使ったことない。今頑張って移動してます。ターミナル2意外とめっちゃ遠い。早速スタバあるじゃん。あ、後で時間があれば。出たよ。ターミナル2じゃなかった。ターミナル2めちゃくちゃ遠い。ターミナル2到着です。小さプチターミナルだよ。チェックインしましょう。ショックだよ。ご予約の確認ができません。係員をお呼びくださいって言うと。オッケーっぽい。大丈夫でした、よかった。スタバの席がすごいおしゃれなことになってるよ。これ名古屋のフライトオブドリーム。イベントでジェット機置いてやってんだ。いつものエキシビション。あ、そうなんだね。なんかライトショーみたいなもやってる。最高じゃん。時間になりましたので荷物検査していきます。荷物検査終わってボーディングゲートまで向かってるんだけど、超遠いです。 500m ぐらい歩かされてんじゃない？これぐらい。 Almost there って書いてあった。本当だ、もうちょっと。ボーディングが始まったけど、私は並ぶのが大嫌いなので最後に入るのがベストだと思います。世界一瞬の時もそうだったね。ずっと最後まで、最後まで。たまに呼ばれるまで。そう。レナさん、遅いですよ。また最後の人になっちゃったね。レナさん、急いでください。こんな感じ。何これ。格安航空だからね。文句言えないよ。揺れてる。到着しました。足がもう膝がバキバキです。あ、そう。で、めっちゃ狭かったよ。ヒント、花が綺麗だよ。どこに着いたでしょう。もう分かるんだよね。これだよ。メンソールです。というわけで今荷物もらったんで、ここからレンタカー借りて、はい、ホテルに向かいます。沖縄は今から3泊4日いろいろ紹介したいと思います。私たちのレンタカーが来たよ。ゲレンデを借りました。よっこいしょ。重たいよ。かっこ乗れません。よいしょ。ここにハンドルがある。閉めますよ。閉めて。お、なんか位置が高っ。高っ。うわ、すごっ。これで一旦ホテルまで行くんだけど、途中にどこかで。そう、まだご飯食べてないんで出発行きましょう。てか、鍵はえ、ついてるんじゃないの？あ、なんだ、プッシュスタートないんだね。ちなみに説明何もありませんでした。なかったね。なんか紙書いて、はい、行ってらっしゃいみたいな。そうだね。なんか沖縄な感じだよね。こう、自由にどうぞみたいな。今日の夜ご飯。
食べました、沖縄料理ジーマミ豆腐とゴーヤチャンプルと沖縄そばとタコライス全部美味しかった。帰りなさい。車の数がすごい。どこで車を止めたの？5分も待ってた。奥の左側。来ないなと思って、何に帰ったのかなと思って。あれ、クラブインターコンチネンタル。専用の入り口だね。我々リッチになりましたね。匂いが変わった。ね、いいね。なんかアロマ炊いてる感じする。うん。めっちゃいい。かわいい。おー、シャレー。おー、今、ラウンジの中でチェックインプロセスを行いました。このラウンジが使えるのがすごいよ。あの朝ごはんだけじゃなくて、うん、アフタヌーンティーもそうそうそう、カクテルアワーもとか、朝から夜までラウンジに行ってもいいぐらいの、またね、多分気持ちになってる。次の動画とかどっかのコンテンツでラウンジもね紹介したいと思うので。ではでは、チェックインが終わってようやく部屋に入れます。鍵をもらって開けます。チャンチャンチャーン。え、閉めてないの？やり直し。はい、部屋を紹介します。チャンチャンチャーン。なんかこれなんかインパクトあるね。すごいね。入ったらすぐお化粧台なんだね。そう、ダブル扉を開いて、中が大きな部屋って感じかな。本当になんか結構スペースが多いよね。ちゃんとしたテレビがあって、いや嬉しいのはこのテーブルだよ。仕事ができるからね。いや私たちはラウンジアクセスがあるから、あラウンジで仕事ができるよ。ラウンジでめちゃくちゃあのやる気が出るでしょ。あとはネスプレッソのコーヒーメーカーで、なんか全部このなんかおしゃれなブルー色になってるね。で、ちょっと今ね、夜だから景色見えないんだけど、海だ。明日の朝の2部屋を紹介したら全部もうぐしょぐしょになるから、だから景色だけ今しないと。景色だけ明日の朝紹介です。で、一番面白いのがこの部屋にお風呂が見える窓があります。すごいよね。どういうこと？これ変態の部屋なの？変態、そこでレナが踊りながらシャワーを浴びる。よくなんか海外の映画にあるよ、そういうの。これは部屋の紹介でした。こっちの動画、今の沖縄に来ました動画をここで終わりにしたいと思います。そうだね。なので面白かったならいいねボタン押してください。これからはいくつかの沖縄に過ごす動画が来るから、まだチャンネル登録してない人は今はベストタイミングだよ。そうだね。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。